はい、みなさんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの W201、 これはもう超人気モデルですね。もう説明する必要がないぐらい人気モデルっていうのは、これもデザインがいい、音がいい、まあ当時の販売価格も半端ない高かったピアノですけどね、見てください。このようにね、こういう彫り物がしてあって段差があって、まあ手の込んだピアノです。昔のバブルのですね、まあ本当に贅沢を尽くしたピアノという感じですね。もう今こんなピアノは作ってないね、中古でしか手に入らないモデルですね。製造番号は270万台ですね、になります、アグラフね、グランドピアノの部品を使ってます。中音部ね、コンブは違いますけどね。でここのところが、まあ、ハンマーの状態、そしてこれはね、手動式ですね。このマフラーはね、この左側にレバーがついてて、レバーってあの美味しいレバーじゃないですよ、レバーがついてて、弱音装置。じゃあ真ん中のペダルは何かというと、サスタニング、鍵盤を押さえて、ちょっとよいしょ、鍵盤を押さえてペダルを踏むと、この音だけ伸びるというね、そういう装置ですね。で後の音はそのまま音が切れるという、そういう装置がついて、サスタニングペダルのがついてるモデルになりますね。さて今ちょっとだけ音チラッと聞いてもらいましたけど、どんな音か。まあパワフルな音ですよ。あれ、ボーンとくるんです、音がボーンという感じ。この分かりますか、立ち上がりがすごい、この重低音。もうなんかね、目つぶってたらグランドピアノ弾いてるような錯覚に陥るようなピアノですよ。これちょっとね、アクションがプレート方式なので、少しカチカチって音はしますけど、蓋閉めてたら気にならないですね。わあ、いいな、これはいいですね、気持ちがいい。まあこんだけなってくれたら、まあ日本のピアノ作りっていうのはいかにグランドに近づけようかっていう努力の結晶なんですね。もう所詮アップライトだから別にいいやっていう、そういう考えじゃないですね。それだけの日本の職人の魂がこもった、その設計がこもった、あ、このピアノ、その最高峰です、この W201 はね、ご希望の方ぜひお知らせくださいね。お待ちしております。それではさよなら。